また会えましたね。皆様ごきげんよう、マナトです。死因第6章やっていきたいと思います。はい、私が最初にプレイをしたビータ版、後にプレイステーション4版が発売となりました。で、その折に、新しい全く新規の物語として追加されたのが第6章ですね。はい。で、まあね、新しくプレイステーション4版が出た時に設定資料集とかね、ドラマ CD とかついてる、ちょっと豪華な特典のついたプレステ4版を購入したんですが、なかなかね、設定資料集が濃ゆくって面白かったです。ドラマ CD はまだ開けてないんですけどね。各キャラクターについてのお話とか、まあ、このシーンという物語全体についてのお話とか載っていて非常に興味深かったです。まあ、例えばね、主人公の九条政宗さん、名前をですね、まあ、記憶を失ってる現在は涙目マナトシっていうんですけど彼のこととかも詳しく載ってましたよ。妹さんが、さやさん。で、お兄さんは、まさむねさん。で、まさむねって、ま、刀の名前じゃないですか。だから、それと対にするように、妹さんは、さやっていう名前だった、とか、面白かったです。はい。え、まあ、はい。やっていきますか。では、第6章、いきます。始まりは、第5章の観音兵が終わったところ、エピローグが語られて、死因感となってエンディングが流れた後からこの画面ですね。はい。では。そして、事件からしばらく後の九条館にて、お部屋。ささやくような虫たちの声がしっとりとした風に乗って流れ込んでいた。寝苦しく感じる夜ももう数えるほどだ。季節は秋に変わろうとしていた。変わり映えのしない窓の外へとぼんやり目を向けていた。遠くの雲の中で雷鳴が低くうなる。それを合図に白く冷えた風が窓ガラスを撫でていった。また雨か。つぶやくのはそうしないと現実感がないからとは誰の言葉だったろうか。ただじっと鉛色の空を見つめる。椅子の肘掛けに置いた自分の腕が遠く離れた場所にあるように思えてくる。姿勢を変えた時、机に積まれた色とりどりの背表紙が視界をかすめた。手に入れるのに随分苦労した本もある。だがもう全く読む気にもならない。どれを読もうとどうせそこには何の手がかりもありはしないのだから。一つの季節を費やし学んだのはそれだけだ。追うたびにまるで逃げ水のように遠ざかっていく。あの桐箱の中で眠っているものは。コーヒーでも入れようかと下へ降りた時だった。え、不意にノックの音がホールの静寂を破ったあれ、もうメリーさん封印して、印人はみんな解放されましたよね。乾いたこの響きにいい記憶はない。当然だろう。
かつては新たな印人の来訪を告げる音だったのだから。しかし、それも過去の話だ。ですよね。特に警戒することもなく、扉を開く。そこに立っていたのは。おー、萌ちゃん。こんにちは。こんにちは。あの、渡辺萌だった。おー、久しぶり。おじさん、今大丈夫？あ、ダメならダメって言ってね。すぐ帰るから。あ、はあ。いや、萌ちゃん相変わらずですね。萌は屈託のない笑みを浮かべ、遠慮する様子もなく上がり込んでくる。たったそれだけで、重苦しかった空気が少し軽くなったような気がした。と、その時、来客は萌だけではないことに気づいた。あら、司君。お久しぶりです、おじさん。連絡もせず、お邪魔してすみません。司？珍しいな。どうして？久しぶりに萌さんと会って、事件のことを話していたら。おじさんの話になったんだよね。で、私はたまに会ってるから、一緒に行こうかーってなったわけ。別にいいでしょ？ふふふ。ちょっと優しい。もちろん構わない。ちょうど退屈していたところだ。あ、やっぱり？おじさんいつも暇そうだもんね。二人と行動を共にしたあの事件が終わって以来、萌えの方はたびたびオカルト雑誌の取材とやらで訪ねてくることがあった。しかし、吉田司と顔を合わせるのはこれが初めてだった。特段気にかけていたつもりもなかったが、実際に顔を見てどこか安心している自分がいた。おかわりがないようで何よりです。最近はゆっくりできているんですか？エリート小学生。のんびり過ごしているよ。でも受験で忙しい時期だろう。こんなところで油を打てていいのか。息抜きも必要なんです。おじさんも大人なんですから、それくらいわかるでしょ。まあ、そうか。ふと横を見ると、萌えがじっとこちらを見ていた。どうかしたか？いや、私もバイト頑張ってるのに、気遣いの言葉はないのかなーって。風邪をひくなよ。適当な言葉が思いつかない。風邪をひくなよ。うわ、何それ。いかにも取ってつけた感じ。おじさんにねぎらってもらっても別にいいことはないんだけど。でもまあ、司くんの頑張りにはかなわないかな。こないだの模試でも一番取ったんでしょ。それぐらい当然ですよ。僕には目標がありますからね。目標？そういえば聞いたことがなかった。いや、司の口から夢や目標などの言葉が出てくる予感がなかったと言うべきか。目指しているものでもあるのか？弁護士とか医者とかですか？はい、両親が弁護士なので僕も放送関係に進もうと思っていたんですが。思っていたか。だとすると今はもう違うのだろうか。かっこいい夢だと思うけどな。放送関係ってテレビとかでしょ？出ましたよ、放送違い。司は蔑みの表情で萌えを睨んだ。この顔も久しぶりに出ましたね。そっちの放送じゃありません、法律関係の方です。萌えさんって本当に高校生なんですか？辛辣。うぐ。グーの根も出ないとはこのことだ。実を言うと今少し迷っていて。
できればおじさんにも少し聞いていただけると助かるんですけど、ダメですか？無論ダメではないが、少々面食らう事態だ。まさか司に助言を求められるとは。あの事件に巻き込まれたことがきっかけになったんです。世界にはまだ不可解なこと、わからないことがたくさんあると知って、それを解明するために理系に進むべきだと思うようになったんです。ですけど両親の気持ちを考えるとすぐには言い出せなくて。なるほど、そういう事情か。これはなかなかに重い話だ。社会経験が乏しそうなおじさんに聞いても仕方ないかもしれないですけど、どうしたらいいと思いますか？なんかちょっと引っかかりますね、言い方が。さすが司くん。難しい問題だが、これはもしかすると事件の影響で気持ちが揺らいでいるだけなのかもしれない。すぐに結論を出さず、家族も交えてじっくり考えてみた方がいい、というような助言をした。なるほど、確かに人生は長いですからね。うん、ありがとうございます。聞いてもらえてなんかすっきりしました。役に立つ助言ができたか定かではないが、司は丁寧に頭を下げた。よかった、ちょっと元気になった。司くんはおじさんと違って将来有望だし、あんまり悩んでるのは似合わないって。そんなことはありませんよ、おじさんだってちゃんと。二人の視線がこちらに向けられる。あんまりパッとしないけど、ま、その分気軽に話せるから相談相手としてはいいと思うよ。でもおじさんもおじさんにしかできないことをしてますし。そう言われても思い浮かぶことはなかった。コーヒーの入れ方はだいぶ上達したが、無論そんな話ではなかろう。ほら、あの人形の。言いかけて司は言葉を切った。こちらの顔色を見て瞬時に察したようだった。もしかしてあまり進んでないんですか？里子だな。なんとも言えないな。とりあえず調べられることは全て調べた。メリーの正体については雲をつかむようなもので、まだ全く手がかりも得られていない。だから今は少しゆっくりしているんだ。取り繕うように二人にはそう答えた。しかし本当のことを言えば、完全に緊張の糸が切れてしまっているのだ。休もうと思って緩めたのではなく、勝手に空気が抜けた、そんな状態だった。これが以前のような死と隣り合わせの毎日であればまた違うのかもしれないが、とにかく今の自分にはあの時に会ったシーンはもうなくなってしまっている。そうだったんですか、すみません、事情も知らずに。だったら少しのんびりした方がいいのかもしれませんね。気分転換に旅行とかどうですか？いいアイディアが浮かう。司がそう言いかけた時だった。またまた玄関の大扉を打ち鳴らす音が再び響いた。誰だろう。はい、どちら様ですか？萌えちゃんが出ちゃった。萌えはまるで実家にいるような気やすさで答え、そそくさと扉を開けに向かった。邪魔するぞ。お、もし。不遠慮な声と共に現れたのは真下さん。元刑事の真下悟だった。わー、なんかほんと懐かしい懐かしいな。おい、なんだこの様、いつから託児所になったんだ。
おー、声がついてる。え、マスタさん？なになに？どうして？もしかして、私たちに会いに来たとか？はしゃぐ萌えをよそに、司はペコリと小さく頭を下げた。その節は大変お世話になりました。でも驚きましたね。お会いできるとは思っていませんでしたので。マスタは苦々しげに首を振った。ち、だからなんで貴様らがいる。話がややこしくなるじゃねえか。急に顔が。もう素直じゃないんだから。本当はマスタさんだって嬉しいくせに。あ、でもこれってすごい偶然だと思いません？そうですね、花彦くん組じゃないですか、この3人は。花彦くんの事件で知り合ったみんながまたこうやって揃っちゃうなんて、やっぱり運命ってあるんですね。無邪気に笑う萌えを見て、複雑な思いが胸をよぎる。たとえ過酷な記憶でも、今が幸せならば全ては思い出になるのだろうか。うん、みんなか。だとしたら一人、いや一体、ここにいない奴がいるがな。マスタさん。マスタがホールの隅に目を走らせ、つぶやく。話を変えた方が良さそうだ。だいたいその一体の方がおられたらまた大事件ですよ。それで何の用だ。その前に聞くことがある。マスターは例によって質問を質問で切り返した。涙目、貴様、俺の事務所のことをあの占い師に話しただろう。安岡先生かな。占い師、安岡十和子のことか。案の定。安岡さん。ああ、メリーのことを相談した時に流れで話したかもしれない。余計なことしやがって。おかげでつまらん調査依頼が山積みだぞ。え、調査依頼って？真下さん、もしかして探偵とかやってるんですか？萌が目を輝かせて割り込んできた。本当に物おじという言葉を知らない娘だ。うーわー、言われてみればそれっぽいかも。真下さん、もともとは刑事さんなんですよね。面白い調査があったら私も連れて行ってくださいよ。さすがの真下もこの無邪気さの前には肩なしだ。くそ、だから面倒だと言ったんだよ。しかし少し考えてみると、真下の非難はどうも腑に落ちないものだった。顔の広い安岡に連絡先を知らせて、一体どんな不利益があるというんだろう。第一、さっき本人も依頼が山積みだと言っていたくらいだ。え、オカルト系の依頼が来てるって意味じゃないんです。俺は事務所について話しただけだ。それのどこが問題なんだ。依頼が来るのは悪いことじゃないだろう。仕事が多くて困る探偵がいるとは思えない。よほどの敏腕ならともかく、開業したての事務所だ。ありえない話だろ。大体マスタさんは涙目さんのこともこの探偵業にお誘いかけてたんですもんね。依頼の内容による。今回に関して言えばな、最悪だ。珍しくマスタが言いよどんだ気がした。こうなったのは貴様の責任だ。だから涙目。なんだ。貴様に手伝ってもらうぞ。ああ、手伝う。ちょっと待て。一体何の話をしてるんだ。文脈からすぐに分かりませんか。探偵のお仕事を手伝ってほしいとそうおっしゃってるんだと思いますけど。私もそう思います。おじさんが探偵だなんてあんまり想像できないな。怪奇現象の調査で廃墟に行くとかならぴったりの仕事だと思う。
まさかとは思うけど、その最悪の依頼ってもしかして。その場にいた全員が固唾を飲んで真下の顔を見つめた。そうだ、怪異が絡んでいるかもしれん。いい機会だ、貴様らにも聞かせてやる。こいつはあの占い師のばあさんから聞かされた話だ。雨赤月。いやだからマジだって、マジの話。男の人だった。俺さ、こないだラブホガイの通りでヤバいの見ちゃったかも。赤ずきんって女の噂聞いたことあるだろ。ほら、警視内にラブホに入った客がさ、どっかに消えるってやつ。なんでも雨の日に変な格好した女の子が通りに客引きっぽく立ってて、そいつとラブホに入ったら女と一緒に行方不明になるんだってよ。何がヤバいって、いなくなった奴らはしばらくして見つかるんだけど、みんな自分の名前もわかんねえくらいに頭がぶっ壊れてて、そのまま病院で死んだりとか、電車に飛び込んだ奴もいるんだってさ。で、こないだの雨の日の夜中、そんな話俺全然忘れてて、通りに赤いレインコートの女がいたからちょっと声かけようと思ったんだよ。そしたら近づいた時に、とかいきなりボソッと言ってよ。やべえ感じがしてすぐ逃げたんだ。いやマジついていかなくてよかったって。考えてみたらよ、なんか変だったんだ。大した雨でもなかったのに、あの子だけ全身ずぶ濡れでよ。で、後から気づいちまったんだ。あのレインコートが濡れてたのは、あれ、多分全身血まみれだったからだって。俺が聞かされた話は以上だ。こう言ってはなんですけど、わかりやすい階段という感じですね。雨の繁華街に赤いレインコートとか、いかにもという感じですけど。マスターは司の声を無視してまっすぐにこちらを見た。概要としては十分だろう。涙目、あとは貴様に任せたぞ。あれ、これで振られた。自分で解決しろ。お前も一緒に来い。どうして俺が。あいにく俺は他にも案件を抱えていてな、当分は身動きできそうにない。あのばあさんがこの話を持ち込んだのは貴様が原因。とすれば責任を取ってもらうからだ。しかし。いいじゃないですか、ちょっと協力するぐらい。私も手伝いますよ。こういう事件なら編集部に資料があるかもしれないし。それに調査にはアシスタントが必要でしょ。萌えさんには学習能力がないんですか。以前それでひどい目に遭ったでしょ。以前。その司の言葉に自然とある場所へ視線が吸い込まれる。ソファー？ソファーですね。もうあいつはいない。同じことが起こるはずがない。だが心の中にかすかなざわめきがある。そう構えるな、ガセの可能性の方が高い。指摘を待つまでもなく、いかにも作り話臭いところがあるのは事実だ。だからこそこんなくだらん話を持ち込まれて迷惑しているところだがな。
確かに真下の言う通り作り話である可能性は高いだろう。気になる点があるとすれば、噂話にしては具体的なことと実際の怪異たちの噂と印象の上ではよく似ていることぐらいだろうか。だが何事にも万が一ということがある。仮に真実だった場合、それを考えれば今動くべきだとは思うが。分かった、手を貸そう。そうこなくっちゃ。それじゃあ早速調査の順。いや、調査には俺一人で行く。嘘、それってずるくないですか。萌がごねることは予想できた。しかし巻き込むわけにはいかない。いいか萌、君には資料を探してもらいたいんだ。俺には噂話を調べる手立てはないが、君は編集部に出入りできるんだろう。その立場を生かして情報を集めてくれ。指をくわえて見てるなんてすごい悔しいけど、けどその方が役に立つなら今回はそうしておきます。でも何か分かったらちゃんと教えてね。約束するよ。決まりだな。マスターは手帳を取り出し、とあるページを破って差し出した。九段のホテルマスカレードの住所だ。もっとも今は廃業した廃ビルになってるがな。明日の夜ここに8時だ。夜8時、時間まで指定されるのか。クライアントの指示だ。あのばあさん応援を呼ぶと言っていたから、その都合だろうよ。応援、さすがに投げっぱなしではないわけか。あの安岡のことだ。それなりに対策は立てているに違いない。それじゃあな、俺は他の案件に回る。マスターはくるりと背を向け玄関へと姿を消したが、すぐにまた現れた。どうして。どうした、行くんじゃないのか。いや、もうガキが出歩く時間じゃない。お、優しい。マスターは奥にいる二人に声をかけた。おい貴様ら、送ってやるからさっさと車に乗れ。え、いいんですか。じゃあお言葉に甘えて。ですね、もういい時間ですし、すみませんがよろしくお願いします。それではおじさん、僕たちはこれで。一定のリズムを刻む柱時計の音がホールに淡々と響いていた。三人が帰路に着いてからもうどれくらいが経っただろう。真下から聞いた話を反芻し、そのまま物思いにふけっていた。嫌な感じだ。真下の言う通り、これはただの噂、あるいは普通の事件である可能性が高い。だがそう考えれば考えるほど余計な疑いが鎌首をもたげてくる。そらした視線の先にはあのソファーがあった。心の中で不在の主に静かに問いかける。だがもちろん答えが返ってくるはずもなかった。はい、というところで今回はここまでとさせていただきたいと思います。懐かしい顔ぶれが来てくれますね。この調子だとみんな出てくれるのかな。一応ですね、印人は全員生存ルートグッドエンドということで第6章を迎えているんですが、安岡さんの話が出たりね、応援誰が来てくれるんでしょうね。はい、というところでまた次回続きをプレイしていきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それでは
マナトでございました。